ていた芝氏巨匠石田三成は信じがたい光景を目にしていた。さらに芝氏は敵軍の中に最も身近なものの姿を見出していた。弟は何らかの事情を抱えているのだろう。しかしそれは自分に課された使命と関わりのないこと。しばしは信念のもと動くならばその強さを戦場に示せ。認め信じるからこそ苛烈にぶつかることもある。交錯する思いが。ダッキと組んで攻めてくるとは腹が読めんな。向こうにはしばしょうもいるみてえだな。話し合い。ダッキはかつてオロチの参謀を務めていた。だが理由がどうであれ剣を取る以上は敵。将来の言い分は戦場にて問おう。お前がそれでいいなら俺も異存はない。容赦なくて。グズグズしてはおれん。行くぞ。一緒に参って。うち先導が人をたばかり兵を起こすか。ダッキ、何だ。向こうには変な奴らじゃねえ、普通の奴もいるぞ。なんでだ。おいらたち普通の奴とも戦わなきゃならねえだか。しょう、何が起きようとしているのか。今はこの刃で問うほかある。そう、敵にどんな意図があれ打ち砕くまでだ。ダッキとそれに組みする者どもを撃て。いやん、宗師さんたらやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。逃げんで。私は道館に籠城中とのこと。小賢しいこと。軍艇を設置する。工作兵を呼べ。工作兵はすぐには来られない。今は前線の砦を堅守するのだ。こんなとこまで来てる。何やってんだ俺は。現で侵入路が封鎖されています。工作兵進軍できません。工作兵が立ち往生しているようだが、我々は侵入路の確保に向かうぞ。工作兵は任せた。私は陽動によって敵の目をそらすとし。目にも鮮やかな活躍だな。私の視線を捉えて離さぬ。爪ではないようだ。兵兵たち、何やら不穏ですね。毒のある花は私が散らしましょう。
天下無双の舞、どうですか？全軍敵本陣に攻め込め。ダッキは大軍を壊し、山だから道を開けてよ。ダッキを捕らえよ。立ち塞がる者をまとめて撃て。いやー、負けちゃった。お前たちの目的聞かせてもらおう。めんどくせとはもう言わせ、説明してもらうぞ。勝ほな勝利の前回してもらいます。おう勝よ、お前たちは未来から来たと。ええ、説明は手間を惜しむな。勝、お前のなすべきことは分かっ、信じてもらえないかもしれませんが、この後、人間はその未来を変えるために兄上たちの力。荒唐無稽な話だが、将、その言葉。兄上、どうせそのようなことだろうと思っていた。宗妃と曹操は動けんが、俺たちが協力しよう。宗妃様と父上がお前の言葉に重きを、せいぜい期待に応えてみせる。将、